皆さんこんにちは。首都大の田村です。で、今日はですね、そろそろ疲れて眠くなってきてると思いますので、実際に手を動かして、ソフトウェアを使ってみるということをやっていただこうと思うんですが、そのソフトウェアは我々がずっと、もう今年で実は28年目になります。メガというソフトで、です。で、X にするか実は10にするかって今まだ共同研究者とどっちがいいかって 言ってるとこなんですけど、10にすると次11だから言いにくいとか、 X だったら次 X2 かだとかいろいろ言ってるんですが、ちょっとどういうこの設計思想っていうんですかね、ベガはあるのかっていうのからちょっとお話ししたいと思うんですが、まず最初にちょっと皆さんに考えていただきたいんですけど、多分こういうことが知りたくてここに、来てらっしゃるんだと思いますが、系統解析で一番重要なのは何か。みんな重要なんですけど、ちょっと考えてみます。データがいっぱいあるっていうことなのか、今ついさっき伊藤先生が言われてたように多重アライメントなのか、その後の系統樹推定法なのかというようなことなんですが、ちょっと考えてみますね。で、我々が、ちょっと前にやった、2011年にの研究例なんですけど、これはですね、今ゲノムデータっていうのがいっぱいあるのはご存知だと思うんですが、どこだっけな、ユニバーシティオブカリフォルニアの、サンタクルーズっていうところに、ゲノムブラウザーっていうのがあるんですね。で、非常にですね、ゲノムのデータってご存知のように、もうぐちゃぐちゃ、トータルでは長いんですけど、その中に遺伝子がいっぱいあったりして、普通にゲノムデータ持ってきてもなかなか使えるようにはなってないんですけど、ここにはですね、ちゃんと相同部位をオーソログを抜き出していろいろな生き物で並べてくれて、アライメントまでやってくれてるデータセットっていうのが公開されてます。で、かなり、要するにこの道の人が丁寧に作ったいいデータセットなんですけど、それをダウンロードするだけで、いろいろな系統解析ができます。で、これは何をやったかっていうとですね、32種の、真珠類ですね。皆さんよく知ってる哺乳類のうちの真珠類を使って、全部でですね、アミノ酸サイトにして、8万3407サイト。これでもかなり大吟醸です。もっといっぱいありますから、全部使えばね。でも32種類で全部アライメントできるっていうとこれくらいになるんですが、8万3000っていうとですね、コドンにすると3倍あります。24万以上あるわけですが、コドンポジションで、だから第1番目、第2番目、第3番目、それぞれ8万3407あるわけですね。で、もう一つ、これとほとんど同じぐらいので、ノンコーディング DNA、遺伝子、タンパクコード領域以外にもいっぱい、ゲノムには DNA がありますね。哺乳類ですから、むしろ90%以上がノンコーディングなんですが、その中でアライメントがかなりきちっとできる領域があります。で、そういう場所だけ、これもどれくらい選んだかって言ったら10万サイト選んできてます。本当はギガ単位でノンコーディングってあると思うんですけど、10万ですからそのうちの比べれば1%ぐらいなんですけど、そこはきれいにアライメントが取れる。そこを取って全部で4セットの、大体10万材ですねの DNA サイトが4種類できます。それでそれぞれ系統樹を書いたんですけど、ここにあるようにですね、大体こういうとこがみんな一致してるわけですね。だけどいくつかこう一致しないところがあります。4種類のデータセットなんですけど、それぞれまちまちのことをこう出てくるわけですね。で、それが書いてあって、ファーストコドンポジション、セカンドポジション、セカンドとサードがこうなるけど、ファーストだとこうなるみたいなところで、ここなんかはこう、1、2、3、4、4つの系統の組み合わせがこう4通りあるわけですね。やり方によって。で、これはですね、もうどうしようもないです。これ多分、ありったけのアミノ酸の材を使ってるのにこうなるので、先ほどの配列が長ければいいのかっていう問いなんですけど、
答えは多分もう全部使ってもわからないものはわからないと。現状の、技術でいろいろやってもわからないものはわからないということになります。で、あれこれなんでこれが出てんだっけな。で、ですね、あれちょっとこれを入れたいとこ忘れちゃったんですけど、先ほどのデータなんですが、順番が入れ替わったかな、先ほどの順番が入れ替わったみたいなデータはですね、何がじゃあ原因でこうなるのかっていうのをちょっと、考えてみました。で、一つはですね、2番目のアライメントなんですけど、アライメントがどれくらい、重要かということを調べようとして同じデータを使ってるんですが、実はあれ本当のことはわからないわけですね。答えは真実の答えを知らないので、どれが一番いいかっていうのはなかなかわからないんですが、あ、思い出した。わからないんですが、これはですね、例なんですけど、人とチンパンジー、オランウータン、ギボ、皆さんの知ってる我々とその親戚の4種類だけの系統樹です。で、ご存知のように最小進化法ですね、NJ なんかはこれに分類されます。それから、マキシマム再節約法、それから最優法。で、どれで書いてもですね、最小進化法はブランチレングスのが一番短いやつがいい。パーシモニーもそれに似ていて、トゥリーレングスっていうわけですけど、説明するのに必要なイベントが一番少ない方がいいと。で、最優法は誘導が一番高い方がいいと。で、どれでやっても、この人とチンパンジーが近いっていうのがサポートされます。優位性はどれくらい高いかは別にして、どれが一番といえばみんなこれが一番なんですが、面白いことにですね、ここに、ブランチレングスが書いてあります。で、見ていただくとみんなわかるんですが、このブランチレングス、真ん中のブランチレングス長いですよね。ブランチに、斉藤さんが午前中にそういう話したかどうかちょっとわからないんですけど、系統樹って、これエクステリアブランチって外部枝と内部枝に分けることができます。で、外部枝っていうのは基本的に系統樹の形には何にも影響してないんですね。で、どこに内部枝が入るかによってトポロジーが決まります。だから系統関係に重要なのは内部の枝なんですけど、このどれもサポートされる、我々が知ってる多分正しいと、現在生物学的な総合的に正しいと言われてるやつを見ると、内部枝が長い。で、日を取れば多分一目瞭然、これなんかマイナスですからね。内部枝の比率が最も高いんですね。だから、すごく、最小進化法の理論だったらこれ数学的に証明されるんですが、内部枝が長いやつが良さそうだと。だから他の、方法で書いてもそれは共通してるっていうことでですね、それでとりあえず評価したのがこれなんですけど、ここにあるのはこっちは外部枝と内部枝の長さで、どういうプロットかっていうと、こっち側 Y 軸がマッスルという最近ちょっとあんまり開発やめちゃったから、開発者が民間に就職しちゃって開発が止まってあんまり使われないんですけど、一時は、非常にポピュラーだったでメガに搭載しているアライメントプログラムでアライメントしたやつです。純粋にデータからアライメントしたものです。で、こっちがですね、この UCSC アライメントといって、そのゲノムブラウザーの方でいろんな情報を、あらゆる情報を使って最もそれらしいというかリーズナブルだとされているアライメントですね。で、プロットしたやつなんですけど、これは各、枝点1個が各枝です。で、やると外部の枝ってこの見ての通りどんなアライメントしても大体同じってことが分かると思いますが、内部の枝ってこう随分、違いますよね。これ1個の枝で、こっちの、マッスルでアライメントしたらこの枝は 0.0006 ぐらいかな。ところが UCSC の最も
総合的に考えて最も良さそうだという、アライメント、これどういうことかというと、先にさっき伊藤先生言ったみたいに内部で系統樹を必要だって言って、どっちが卵でどっちが鶏かわからないっていう話をされたと思うんですけど、要は人間とチンパンジーはもう近いっていうのが分かってるというような、そのバイオロジカルに哺乳類の系統関係ってかなり系統樹書かなくてももう分かってるわけですね。でそうやった系統樹に基づいて作ったやつなんですが、そうするとこっちは 倍ぐらい長くなったりしますね。で全体的にこう見るとこっちに来てますよね。だからアライメントが多分正しいと、系統樹も正しいんじゃないかということがこの図は分かると思います。つまり内部枝が長いやつがいい系統樹、さっきの伊藤先生の言葉で面白かった、ちょっと笑っちゃったんですけど、枝ぶりがいいってやつですね。枝ぶりが枝がぶりがいいっていうのは多分ね、内部枝がこう長くてこう、そうじゃないと一箇所からバーッとこう出ちゃうわけですね。外部枝が長いっていうのは枝ぶり悪いと。これ枝ぶりがいいんですよ、こっちの下半分の方がね。だから多分彼の言っていたいい系統樹というのはちゃんとしたアライメントの時だと非常に良くなるというのが分かると思います。だから2番目なんですけど、非常にアライメントが大事だというのは僕らも非常に認めているところですね。多分そうだと思います。残念ながらリアルデータを使うと真実は神の御と知るので、本当かどうかは想像しかできないんですが、まあ、状況証拠的には明らかで、アライメントの違いによって系統樹はかなり変わって、いいアライメントだといい系統樹になりそうだということです。で次の系統関係の系統樹についてで、系統樹作成法が何がいいかっていう話があってですね、伝統的には、UPGMA とかパーシモニーとかがこう争ってて、後から出てきた最優法はフェルセンシュタインがですね、こういう意地悪な系統樹、2本枝が長くて短いのがちょちょっとで、こういう系統樹だと最優法だとちゃんとエスティメートできるんだけど、パーシモニーだと間違ってこの短いの同士がくっつくと、いうことを、77年でしたっけ、理論的にちゃんと示してですね、以来こういうのフェルセンシュタインゾーンって名前が付けられるようになりました。でこれは正しいです、確かに。で、最近ちょっと前に僕は知ったんですが、これに対抗するこういう、系統樹の形はファリスゾーンっていうそうなんですけど、誰もですね、みんなこればっかりやるんですよ。系統樹どれが一番いい方法かっていう、そういう検証するような研究はみんなこればっかりやるんですね。で最近僕らちょっと面白いからやってみたんですけど、誰もやらないことをやってみて、これをモデルトリーにしたらどうなるかっていうとですね、面白いことにこのマキシマムライクリフードっていうのはこれが本当だって言ってるのによくこれ出すんですよ。こっちに間違えるんですね。でパーシモニーとか、そういう方法は確かにこっちだと間違えてこっちだって言うんですけど、こっちをモデル取りにしたら極めていいです。パーシモニーになって最も成績が良かったりします。コルゲンモデル取りだとね。 でもこっちでに弱いんですね。これだとこっち、でもライクリフードは逆にこれモデル取りにするとよくこっちだって間違えるので、つまりですね、何が言いたいかっていうと、あんまりやらないこういうのやってみるとライクリフードも間違えることが分かったりしてですね、それぞれこっちが好きな方法とこっちが好きな方法があるっていうのがもうフェアに言えばそういうことだと思います。で実際の系統樹を見てもらうと分かるんですが、なんか混ざってるわけですよね。部分的に見ればフェルセンシュタインゾーンがあったり、部分的に見ればファリスゾーンがあったりします。だから実際の系統樹に どの方法がいいかって多分難しいですね、一概に言えない。でよく系統樹が違えば違う方法がいいっていうふうに言われるのは多分こういうことでですね、じゃあ系統樹を見てから決めればいいかっていうと、その系統樹を書いたのがどれかによって枝ぶりが変わってきますので、また難しいと思うんですね。だから難しいのは結局ですね、答えを言うと、裁量の方法はバイアによって違うし、アライメントによっても大きく変わるし、どんなに長くても解決できないものはできないという、非常にそんなこと言ったら僕らがここに来たの何のためだって言われちゃうかもしれないんですが、難しいのが現実なんですね。でただ
これが現実なので、どう考えるかっていうと、僕らはいろいろやってみるのが大切だと思ってます。で、一つ言えることは、いろいろな方法とか、アライメントでもいろいろパラメータ、同じアライメントのプログラムを使って同じデータでもでですね、後でやっていただきますが、パラメータの値を変えると変わります。だから、どのプログラムがいいじゃなくて、どれか一つのプログラムでも どういうパラメータをセットするかがのがいいかっていう方が正しいんですね。あのプログラム間の違いよりかどのプログラムでもパラメータ変えた時の違いの方が大きいです。だからあのそういう意味ではいろいろやってみて変わらない部分、影響されない部分は信頼できる部分、パラメータちょっと変えたらコロコロ変わるようなところはまあどれでやっても多分信頼度が低いと考えればいいということで、試行錯誤が大切です。ということで、我々はどう考えるかというとですね、これちょっと全体の分子系統解析の手順なんですけど、まあ皆さんはデータを準備して、アライメントをして、アライメントに基づいて系統推定をして、それをこう見て判断すると。これが一連の流れなので、こういうのがスムーズならば、試行錯誤がしやすいと、トライアル&エラーがやりやすいということで、これが大事だと考えます。凝ってここばっかりに時間かけてもそれで1回しかできないんだったら、さっさっさっていうのを10回ぐらいやっていろいろやった方が多分真実に近づけるという意味ですね、というのがコンセプトで、我々のコンセプトはそれをいかにスムースにするかということで、まあコマンドラインで自己自己やると、まあ皆さんあさっていっぱいやるんでしたっけ、そういうのはタイプ1文字間違えるだけで弾かれたりしてまたやり直したりしなきゃいけなくて結構大変です。あとテキストでいろいろとやらなきゃいけないので、ヒューマンエラーも入ってきます。ミューテーションレートよりかはるかに高いヒューマンエラーが入る余地があります。そういうのはない方がいいと。それから全部アライメント、データを取り込んでアライメントして系統樹作成するまで全部、同じプログラムの中でスッとやれるようにすると。で、出力はパッと見て分かるような図で出すということをが我々の答えですね。で、具体的にはこれが、まあ後で見ていただくと分かるんですが、データはシーケンサーからのこういうデータだろうが、ブラウザが専用のブラウザがついてます。まあブラウザとしてはすごくプリミティブなんですが、一つ Chrome にも Mozilla にも、Edge にも勝るのがボタン1個でピッとここにデータが入るボタンがついてます。あとは普通のブラウザにはみんな負けます。基本機能だけですね。で、でも NCBI に行ってブラストかけるとかなんとかできて、それを直接インプットすることができます。それからアライメントですが、後でやっていただきますが、ここからアライメントもできるし、出てきたやつを手直しとかすることも簡単にできます。それから系統樹推定もメニューから選べばいろいろな方法が選べてですね、ブートストラップとかいろんなオプションも簡単にメニューで選べます。で、出てくるのはちゃんとこういう系統樹が出てきます。で、実は何年、もう10年ぐらいになるかな。これだけ出したらですね、何やったかわからないと。僕はクリックしただけです。一体何をやったんでしょうって質問が相次いだので、もう全部書いて上げることにしました。皆さんはこれを論文書くときはコピペすればリジェンドができます。世の中に同じリジェンドが山のほどように出るかもしれないんですが、そういうものもつけました。で、こういうふうにあとついでに引用文献もちゃんと払ってあるので、リファレンスのところにはこれコピペしてもらえばいいようにしてあります。という、あと、プラスですね、メガはどちらかというと我々は分子系統学者ではなくて分子進化学者なので、系統樹というのはそのファイナルアンサーではないんですね。むしろスターティングポイントになるので、この系統樹をもとにいろいろ解析をすると
いうことで、例えばなんですけど、こういう機能もあります。ジーンデュプリケーションを自動的に見つけると。いっぱいパラログとか混ぜて系統樹書くとですね、どこで、遺伝子重複が起こったのかとかって、なかなか慣れてない方は見づらいと思うんですけど、慣れてる人でもこれくらいだったらいいんですけど、100も200もあったら、その100も200もある中で何箇所遺伝子重複があったのかって分かりにくいんですけど、自動的にこう見つけると。そういうのも入ってるし、あとダイバージェンスタイムですね。これを、測定する何万年前に分かれたとかっていうのもついてます。だから単に系統樹を作るだけではなくて、その後いろいろな解析する機能も入ってますですね。というのが我々の考えで、ついでに言うとですね、そういうことを宣伝してもですね、世の中にはあんまりにも早く出すとインチキしてんじゃないかとか、そういうふうに疑う人がいるので、ここでちょっとお話ししたいことがあるんですけど、計算時間が異常にかかるのは大層なことを本当にしてるのかっていうことですね。もう計算時間が長ければ長いほど大事に考える人が多いんですけど、我々は試行錯誤をいっぱいできる方がいいと思ってるので、早い方がいいと思ってるんですね。先ほど伊藤さんがクラスタルメガよりもっと早くクラスタルダブルでやってもほとんど結果変わらないから、論文書くときはこんないい加減な方法じゃダメだって言われるかもしれないけど、同じ結果出るから研究の途中ではそれでいいんじゃないかってお話しされてましたけど、メガもクラスタルダブルもどっちも早いのであんまり差がないんですけど、もっとすごいベーズ法とか左右法のプログラムになると相当時間が違います。で、そうするとみんなこっちの方がいいんじゃないかというふうに、信じる人が多いんですが、そうではないというちょっと例題をお見せしたいと思います。皆さんこれは分かりますか？30打数10安打の打者、野球知らない方はあれなんですけど、打率はもう小学生に聞いても中学生に聞いても皆さんに聞いても10割30は 0.333 で3割3分3厘と、答えるんじゃないかと思いますが、なんでですか？チコちゃんじゃないですけど、なんでどうですか？チコちゃんに皆さん、どうして30打数10安打の打率は3割3分3厘なのって聞かれたらどうします？決め台詞言われちゃうでしょう。で、もう一つ次の質問。で、これどうですか？じゃあ、左右法でちょっと求めてやろうじゃないかと。これ、左右法で求め方わかる方います？みんな左右法っていうのは知ってて、こんな最もシンプルな例題だけど、左右法で求められる人って意外と少ないんじゃないかと思うんですが、どうですか？じゃあこれね、どうやってるかちょっとご紹介しますね。もともと誘導というのは確率なので、あれちょっとこれ変な色になってるな、さっきちょっとはい、これ誘導なんですが、あれは要するに打つか打たないかですよね。ヒットになるか凡打になる、凡打じゃないか、三振も打たないかなんですね。なので、ヒットになる確率を P としてやると、打つか打たないか、打たないの1マイナス P ですね。なんですね。だから確率は、で、この C っていうのは、N 出す H、これがだから、ある確率の H 乗が30、だからこの場合だったら30打数10安打なので、P は10乗で1マイナス P が20乗なんですね。これが誘導になって、何打席目に打って何打席目に打たないかっていうのがコンビネーションです、これ。30のうちの10。30のうち10、1打席目なのか2打席目はどうなのかっていうコンビネーションですね。なので、ここまでは多分高校ぐらいのあれで、これ、二項分布のモデルなのでこうなるんですね。で、これが誘導なんです。これがマキシマムにするのがP の値が左右法なんですね。で、系統樹でも何でもみんな同じです。基本は考え方は。で、これすごい何十乗とかって、これ例えば
塩基配列だったら長さなので、ここが1キロだったら1000みたいなすごい数が来るので、1未満の 0. いくつっていうのを線上とかするとあっという間にこれものすごいちっちゃい数になるので、普通はログをかけますね。で1未満なのでマイナス何千とかっていうのが出てくるわけなんですが、これをログかけるとこういうふうになって、これが、対数誘導の関数になります。でこの誘導とか対数誘導の関数ってみんなこういう、形してるんです。かまぼこ型なんです。つまり必ず頂点があって、両側がこう低くなるんですね。で最優っていうか一番高いところ、ここの時に P がいくつになるかっていうのを求めればいいんですね。でこれは簡単で、これも高校で多分皆さんやったと思います。微分してゼロになる点がここです。だからこう微分するんですね。でこうやると微分した関数が出て、これがゼロになるところが最優推定値なんですが、だいたい最優法を使う系統樹なんかもそうなんですけど、みんなここまでしかしないんです。で P をうじ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 動かしてですね、ゼロになる点を一生懸命探すんですね。これにものすごく、計算時間がかかります。これアナロジーなんですけど、まあ皆さん例えてみれば、ブランチレングスっていうのは、塩基置換が起こった、普通はイベントですよね。だから塩基置換が、何塩基中何個置換が起こってるか、だからさっきの30打数10安打に2点です。何塩基中何個置換が起こってるか、それが起こるのに一番ふさわしいブランチレングスっていうのは求めるというのが入ってます。だからこれと非常に似たところが入ってます、ね、実際の系統樹の推定に。でここで、P をいろいろこう動かして一生懸命計算するか時間かかるんですけど、これよく見たらですね、こうやって簡単にこう解ける式なんですね。で解くと H 割る N です。10割る30です、さっきの。だから、10打数 30打数10アンダーの打率を求める、ただ単に10割る30というのは最優推定値なんですね。わかりますか？だからチコちゃんになんで3割3分3厘なのって言われたら、最優推定値だからって言えばつまんねえやつだなって言われるわけですね。そういう、あんまり、すみません、あれ見てない人には分かんないかもしれないけど、それが回答になりますね。でもこれと同じことが本当に系統樹の中にも、推定の中にもあるんです。なので実は式を解けば最優推定も簡単にできます。で最近ちょっと気になるのはですね、特に最優法をやってる人がよく言うんですけど、こうやって求めても最優推定値だから最優法で求めてるんですよ。ところが上でゴリゴリ計算機に働かせないと、最優法じゃないと思ってる最優法信者がいっぱいいてですね、いや別にこれで解けんだからこれでいいじゃんって、数学的にはこれが正しいですよって言っても理解してくれない人がいてですね、プログラムによって同じ最優法で同じモデルなのに、パラメーターの数が違ったりします。でどうしてそういうことになるかというと、こうやって求めたのは最優法じゃないと思ってパラメータの数から、数えない人が時々います。で、それは数学的に間違いなので皆さん気をつけてください。で結構僕らはこうやって求めればちゃんと最優推定値で、別に計算機に長い時間かけても同じ、全く同じ値が出ますから、こうやって求めてるんですけど、なんかそれじゃあ最優法じゃないという変なことを言う人がいますが、気をつけてください。でということでですね、最優法っていうのは式を解かずに無駄に時間をかけている部分があって、それが素晴らしいというふうに勘違いしないでください。で逆に言うとですね、NJ 法とか非常に単純で高速な方法あるんですけど、実は別に単純に求めても、さっきみたいに10割る30ってやってもですね、最優推定値と一致すればいいわけですよね。最優法って言えるかもしれないですね。なので、意外と、最優推定値と一致するような計算を使っています。特に正規分布するやつの平均はただの、平均ですよね。期待値は平均を求めてますけど、あれも最優法でやってもそうなるんですね。だから単純な計算をバカにしてはいけませんということで、
そういう世界があるということをちょっと皆さんせっかくここで来たので、覚えておいていただければと思います。なのであの時間かかる計算が、いいかっていうとそうではとは限らないということです。もちろんすごい複雑になるとですね、あのあえて言えばこれは単純だから解けたんですけど、解けない場合は結構いっぱいあります。そういう時はしょうがないのでゴリ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 計算機に一番いいとこ見つけさせるんですけど、そればっかりやったら計算時間はもったいないと、いうことです、はい、でということであの、メガは割とちょっと簡単なんですが、そんなにあのバカにできないということだけご理解ください。で今日あの今から30分ぐらいちょうど喋ったので実際に皆さんに、使っていただきます。で基本的に、テキストが あると思います。テキスト通りやっていただければあの分かるようになってるんですが、どこにあるかな、あれ入ってますか、あれあれ、お送りしましたよね、確かね。あったあった、ありました、これですね。でこれに操作が書いてあります。あのちょっと落とし穴があるので、あの最初にもうあの注意してくださいと言っておきます。ブラウザからデータを取り込むんですが、世の中 あのデータには特に真核生物のタンパクコード遺伝子はイントロンごと入っているデータと、例えばメッセンジャー RNA からシーケンスしたりとかで、イントロンが入ってないデータとか混在してます。で多分皆さん多くの人はなかなかあのイントロンとかノンコーディングってアライメントとかいろいろ問題があるのでコード領域のみを使う方が多いと思うんですが、もちろんコード領域のみだったらアミノ酸データにもあの配列にも変換できるので、系統解析は最もやりやすいですね。ただ現実にダウンロードするときは両方混ざっているので、それ混ざった状態でイントロンがないやつとあるやつだとアライメントプログラムはさすがにあの難しいので、全部あの CDS ですね、コーディングリージョンだけ取っていただくんですが、その方法なんですけど、ジェンバンクでこういうデータのところに行ったら CDS っていうところリンクが貼ってあります。でそこをクリックすると CDS だけがこういうふうに色が茶色に なるんですね。なるんですが、なったらここにあるジェンバンクとかっていうところをクリックすると次のページで CDS だけが出てきます。でそうしてから取り込んでください。あの毎年ここで同じデータ使ってるんですけど、必ずそれを理解しないでぐちゃぐちゃにして何もできない人が数人出てくるんですが、まあもう最初からあの注意をしていただくように今言っております。で赤で書いてあるところは非常に、そういう皆さんが失敗しやすいところが書いてありますので、読み飛ばさないで一つ一つちゃんと読んでいただければいろいろあのできるはずです。で、なんか分かんなかったら手をあの上げてください。あの僕フラフラしててすぐあの飛んでいきますですか。ということで、まずもうすでにやっていただければと思うんですが、一応ですねここはあの全部あらかじめインストールしています、していただいてます、ここの方にね。なので皆さんは全然あのインストールする必要がないんですが、もしご自分でインストールするんであれば一応最初の1枚目はそのインストールの仕方が書いてあります。ここですね。でここは多分今日は皆さんは行う必要がありません。はい。で、2番目のこの 1ページ目の下の方から始めていただければと思います。はい、じゃあ早速あの始めてください。45分になりましたので、ちょっとまとめをしたいと思います。今だいぶ、ここのとこ質問はみんなあの時間があったらという発展のところの人がほとんどですので、基本的なことは皆さん、一通り体験していただいたと思います。で、まず、アライメントなんですけど、
今回、例題にしたのは、アクチンですね。ご存知だと思いますが、非常に生物で、アクチンなしで生きていける生き物は、原核生物はいるのかな？原核、あれ？これは真核生物だっけか、どっちだっけだ。原核生物忘れちゃった。まあ、真核生物は全部持ってます。少なくともね。しかもアミノ酸配列は非常にコンサーブされているタンパクなんですが、ご存知のようにスカッターの中には、動物、菌類、植物全部入ってます。ですからここにある DNA の配列ですが、塩基置換の数なんか多分、コドンの3番目なんていうのはもうものすごい回数、植物と動物の間では起こってるはずです。で、コドンの1番目2番目はもちろん自然選択で保存されてるわけですが、それでも塩基配列だけ見るとですね、これコーディングリージョンだけ取ってきたとこですが、頭の ATG だけは揃ってるのがわかると思うんですけど、あとはわかんないですよね。で、これを例えば皆さんそのままアライメントしていいでしょうか。これが例えば、今 DNA レベルでアライメントするメニューなんですけど、メガでは一つの特徴というか、皆さんに必ずパラメーターをお見せしてます。で、コマンドラインのソフトウェアなんて何も指定しなければ、いわゆるデフォルト値を使っていて、ユーザーの人は一体いくつ使ったかってほとんど認識してなかったりするんですけど、メガはちゃんと皆さんにこれを選んだという自己責任でやってもらうために見せます。だからできればちゃんと見て自分で、考えてください。これはギャップオープニングペナルティとギャップエクステンジョンペナルティという非常にスタンダードな値ですね。で、このクラスタルではペアワイズの時とマルチプルの時に独立にこう指定できるんですけど、僕は自身はこれを別々に使う理由っていうのがよくわからないので、基本一緒にして使ってますが、まあどうなんだろう。知ってますか？井上さんとか、三中さんとか、どうしてこれを別々にするんだろうっていつも思うんですけど、普通はやっぱり揃えるべきじゃないかと思いますが、まあいずれにしろですね、ちゃんと、あといっぱいもっと細かいことをやりたかったら、トランジション、トランスバージョンをいくつに、ウェイトかけてるかとかも、このように、できます。それからさっき伊藤先生が言ってたと思いますが、アライメント自身系統樹がいるんです。で、普通は内部でネイバージョイニングで作ってます。だけどここにガイドツリーとか自分でこれをなんか基地の、いい情報があってこういうトポロジーなんだっていうのが分かれば、それをニューイックフォーマットで、読み込むこともできます。ちなみにアライメントプログラムはですね、このガイドトゥリーを元にガイドトゥリーに合わせるようにギャップを入れます。だから本当のこと言ったらすごいインチキなんですけど、あるトゥリーを書きたかったらそれをガイドトゥリーにすればかなりの確率でそっち方面に行きます。だからまあ悪用すればそういうこともできるんですけど、こういうメニューもあります。で、まあ普通これでやるとですね、さっき時間かかっちゃうかな。これ皆さん どう思いますか。DNA レベルでやるとですね、こうですね。で、見てのいただくと分かるんですけど、このギャップの入った位置がここだいたい2ベースと1ベースに分かれてます。コーディングシーケンスなのでこれはもうコドンを壊してしまいますね。だからバイオロジカルにはこんなギャップのが入る進化過程で、ギャップっていうのはデリションまたはインサーションなんですけど、ありえないですね。だから実際、これを、今、翻訳してみるともちろんこうやって分かんない。ここは崩れてますね。なので、まあ皆さん、ここ大事なとこなんですけど、もしアライメントしてこういう非常に離れたものでタンパクレベルで比較しなきゃいけないものの場合は、DNA レベルでは決してアライメントすべきではないということです。今これ
元に戻しました。でどうすればいいかっていうと、まあ一旦こう見ると非常に分かりやすいんですが、でアライメントをここですると。でこれなんだっけな、10デフォルト10なんですけど、実はなんで2かっていうとですね、これ難しいんですけど、平均値はだいたいタンパクの全体の平均値は10ぐらいなんですよね。だけど実は同じタンパクでも、場所によって違います。だいたい C 末と N 末はギャップ入りやすいのでペナルティは低くすべきで、あのテキストではここだけこう選んでする方法もあるんですけど、今ちょっと端折りました。このこれ見ていただくと分かるんですけど、ギャップって頭の N 末しかないんですよね。アクチンってものすごくコンサーブされてるので、だから別にコンサーブされてるところはアライメントの必要がないので、もう低い値だけでもちゃんとアライメントされますね。ただ、一般に全体をすごく低くするとギャップだらけになるので気をつけてください。ただこの場合はだからこれうまくいくんですが、非常にうまくいったと思います。で、まあアライメントで大事なのは、多分テキストでこれペナルティ変えるとここしかギャップ入らないのにかなり変わったことが実感できたと思います。ですからギャップだらけの配列でパラメータ変えるとどんだけ変わるかっていうのは想像にたやすいと思うんですけど、それくらいアライメントはギャップペナルティの値によって変わります。なのでまあ実はアライメントの世界では2つ今ずっと議論になってるんですけど、一つはギャップをできるだけ正確にどうやって入れるかっていうのが一つなんですけど、これにはもう限界があることが分かっていてですね、つまりタンパクは材ごとにペナルティが厳密に言えば多分違うんですね。ギャップ入りやすい場所もあれば入りにくい場所もあるんだから、それを考慮して最適な、アライメントするのはまあ実際は不可能だと。なのであるもう一つの対抗理論はですね、もうギャップが入るとか捨てると。で、ギャップが入らないところだけ使うと。で、そうするとですね、ギャップ入らないところってペナルティの値変えてもいつも入らないんですよね。だから非常にロバストっていうか安定しているので、ギャップが入らない場所を見つけるためにアライメントするというやり方があります。で、もうギャップが入るところは捨てちゃう。で、どうやって捨てるかはメガだったら、ギャップの後でちょっとお見せしますが、ギャップの扱い方っていうところのメニューがあります。で、ここにファイロジェニーがあるんですけど、何でもいいや、これ今マキシマムライクリフードを選んでしまいましたが、さっきのギャップというのはどこだっけな、ここです。ギャップをどういうふうに使うかというところで、ライクリフードだとギャップがあっても使えます。そこは、確率が、分からないので全部1になってます。で、掛け算なので分からないところを1にしとけば何回かけても何も他に影響しないんですね。だからライクリフードはそういうアンノーン のハンドリングが非常にしやすくてですが、一番コンサーバティブなのはコンプリートディリーションってやつですね。これはどっかにギャップが縦にどっか1箇所で埋まったら全部捨てます。そのサイトは一切使わない。つまり全ての配列が全部あれば、あるサイトだけ使えます。で、オールユーズサイトはギャップがあっても使えます。で、パーシャルディリーションというのがですね、そのメガの特徴なんですが、例えばこういうふうにすると下にこれ95になってます。95% の配列が、ギャップが入ってなければ使うというオプションですね。だからあんまりギャップがひどいところは全部使わない。ある程度のギャップはもったいないから使うという、そのあれで、ここいろいろ変えられます。9割にしたり8割にしたり。これあんまり、配列の数が少ないときはあんまり意味ないんですけど、配列が100本も200本もあれば、それによって使うサイトがフレキシブルです。まあそういうオプションがあります。で、あとは、まあモデルですね。これも今度モデルを選ばなきゃいけないんですけど、いろんなモデルがあって、どれを選ぶべきかっていうのは迷うと思うんですが、そこで、今日結構質問が多かったのがここなんですけど、詳しいモデル選択は、
あさってですよね、田辺さんが詳しく説明するので、難しい説明かもしれませんが、それを、参考にしてください。で、あれどこだっけな、あれ消えちゃったかな、あ、ここか、これかな。ここでライクリフードのちょっとトリッキーなところをお話しします。で、皆さんが多分やっていただいたのはこのデータなんですね。で、実はモデル選択のトリッキーなところは、モデルを選択する基準になるものがあるんですけど、それも唯一無二があるわけじゃなくて、ここにあるように、ポピュラーなもので BIC、AIC、コレクテッド、CC、それからもっとマニュアルでやりたい人のためにライクリフードのバリューも、出てます。で、なんとなく僕もあんまりちゃんといろいろ調べ、自分で研究したわけじゃないんですけど、ちょっとやった限り BIC はそこそこ良かったので、メガでは BIC に基づいて、オーダーしてます。ただ、これですね、皆さんにやっていただいたのは、ここにあるのは僕、もうちょっとプラス、ここに、全部で18本です。皆さん、今日集めてもらったの16本だと思うんですけど、ここに、プラスどれだっけな、この最後のこれ豆なんですけど、豆とドロソフィラが2本入ってるんですね。それがプラスなんですけど、これで、18本と皆さんのが今日集めてもらったのは、そのうちのサブセットの16本だったんですけど、それでやるとやっぱり結果変わるんですよね。で、こっちか。こっちが、18本で、18本です。で、今、元に戻りました。これ18本あるんですけど、18本でやるとですね、それで、さっきいい質問をいただいたんですが、これもトゥリーがなくてできるのかって言ったら、実はトゥリーないとできないので、ここに書いてあるように、トゥリーを実は、もうこうやって中ではこっそりネイバージョイングで作りますよと、いうことがあるんですが、もちろんネイバージョイングで嫌な人は自分で他であるトゥリーをこうやって読み込むこともできます。で、あとそうだ、ついでに今あとですね、今ここに最後のところにナンバーオブスレッズって書いてると思います。これは並列処理でいくつ並列にするかなんですけど、こういうのがいっぱい出てくるんですが、皆さんいくつがいいと思いますか？で、なかなかわからないと思うんですけど、デフォルトではこれなんで7になってるかっていうと、これはオクタコアなんですね。コアの数が8つなので、並列で8つまですることはできるんですけど、8つにすると全部使っちゃうので、メールも何も見れなくなって、計算中何もできなくなるので、マイナス1にしてます。だからおすすめは自分のパソコンのコアの数マイナス1です。で、コアって言っても物理コアじゃなくて、ソフトなコアも含めてなので、いくつ並列にできるかっていうのは、調べれば分かりますので、皆さん、それで、判断してください。で、これなんですけど、見ての通り、やっぱり、ちょっとここが、順番が変わりますよね。変わります。あと、どうですか、ここのライクリフードのバリューは、低く、なってると思います。皆さんのやったやつは、これ、あ、そっか、これがあるからだな。キャンセルしますね。18で皆さんやったの、これと、ドロソフィラの2がないですが、メガって、このデータエクスプローラーで、たくさん、配列入れて一部だけやりたかったら、こうやってチェックを外したりすると一部だけ出てきます。これ、今18本入れたとこですが、今2個外したので、これで例えばですね、また、
この状態でやると同じことやるとちょっとすいません、ハングっちゃったから。気がつかれましたか。これが皆さんにやってもらった16本のやつですね。ここが入れ替わってるだけじゃなくて、ライクリフードの値でこっちの方が低いんですね。マキシマムライクリフードだから、時々できるだけ高いライクリフードが欲しいと、考える方多いと思うんですけど、例えばなんですけど、サイト数減らしたらライクリフード上がります。配列数減らしてもライクリフード上がります。データがしょぼくなればなるほど実はライクリフードって上がるんですね。なので何が言いたいかっていうと、時々勘違いされてる方がいるので、覚えておいていただきたいんですが、ライクリフードのこのバリューには実は意味はありません。同じ条件で相対値しか意味ないんですね。絶対値で意味があるんだったら、データの数どんどん減らせばライクリフード上がるので、そんなバカなってことになりますよね。データが多ければ多いほどライクリフード下がるんです。なぜならば、それだけ掛け算して確率1未満の数をかけていくので、どんどん下がります。で、なので、よくこの違う条件で比較しないように気をつけてください。で、同じ条件のデータで相対的比較だけがライクリフードの意味をなすというところは、よく覚えておいていただければと思います。まあ、いずれにしろですね、詳しくは明後日の田辺さんに任せるとして、モデル選択って結構皆さんみんな信じちゃうんですけど、それ自身もこうやってちょっとデータ変えるだけ、付け加えるだけで結構変わっちゃうし、その指標も複数あるので、どれが一番いいかっていうのもわからないというものなので、まあ、あんまり否定的なこと言うつもりないんですけど、あんまり信じ込まないで、参考にはなるんですけど、絶対的ではないというものは覚えていただければと思います。